はい、皆さんこんにちは。今日はですね、水曜日ですね。私一回死にかけたから好きなことをしようということで始めたこのチャンネルですが、アロマセラピーに関する知識をいろいろと、割とですね、専門的な知識をとつとつと喋っております。で、最近なぜかライブが多いんですけれども、これは本を読んでからまとめて収録するっていうのに対してちょっと時間が足りなかった部分があるので、読みながら収録しちゃうとか、まあ、そのままおしゃべりをしてしまえといったようなことが主な原因ですね。ただ単にそのままその、なんだろう、外部音源に落としてそこからまた上げてくるっていうのがちょっと大変だったっていう感じですね。今回ね、檜原村、東京の檜原村から、届いたヒノキの香りが、いっぱいいただきまして、まあ、いっぱい注文したんですけど、いっぱい届いて、少しテンションが上がっております。ね、テンションは上がる、下がるっていうのは日本語なんですけどね。で、その中でも、まあ、何を注文したのかというと、マスクを入れておくケースですね。ヒノキのマスクケース。これを2種類と、あとはヒノキの、まあ、幹から取れた精油を、まあ、主にしたアルコール入りのマスクスプレーですね。これを3種類の、セットで買いました。それと可愛いですね。箱に入ってやってきました。で、あとは、檜原さんのヒノキの葉っぱと黒文字の使用具、あとはサワラの葉っぱのサンプルまでいただきましたね。あと、なんだろう、天然のその芳香蒸留水、まあ、ヒノキの幹の部分の芳香蒸留水と、あとルームスプレーはまた別にあって、で、それから、石鹸ですね、クレイを含んだ石鹸と、あとアロマキャンドルというか、まあ、バーナーですね。バーナータイプのものを発注してみました。で、あとは、手指消毒のアルコールジェルですね。まあ、全部結構実用的なものをですね、注文してみました。で、これでいろいろとですね、私の方で試して、またこれがいいなというものを、ミューズネストのお店の私の、運営しているセレクトショップの方で扱っていこうと思っております。さて、まあ、そのヒノキの香りをですね、嗅ぎながら、まあ、比較的落ち着いた感じでお届けしているんですが、今日、AEAJ がですね、届きました。AEAJ ですね、公益社団法人日本アロマ環境協会の機関誌ですね。これの99号ですね。2021年の春、99号ですね。この今回の AEAJ の特集は、アロマとともに新しい日常を健やかにという第1特集と、第2特集がウェルエイジングを実践、若さとホルモンの関係という、まあまあちょっと気になるようなね、タイトルがついております。ただ、私が気になったのは、その前にですね、AEAJ が、あ、ヒロクさん、こんにちは。そう。私が気になったのは、AEAJ が届いた時に一緒に入っている、このアロマレターという、リーフレットが入っているんですけれども、その中の、アロマ大学に関するものですね。アロマ大学なんですけど、これね、オンラインで開催をされ始めたのって、去年かな？まあ、コロナ禍において、まあ、大々的にですね、アロマ大学やアロマフェアができなくなって、で、オンラインで、まあ、いろんな授業を受けることができるようになったんですね。で、昨年は私も2つかな、アロマサイエンス学科とか、ヘルスケア学科とか、そういったものを受けました。で、これが結構もう1年を通してですね、どうせだったらもう受けられるようにしようよというふうに AEAJ の方で働きかけたのか、すごくスケジュールが組まれています。集中している日もあるんですけれども、割とですね、科目が増えてる。
ものすごく増えてて、で、その中で私が一番気になったのは、なんと、ついに出ました、和声優学科ですね。和声優学科が出ましたね。なんか、和声優ワイワイ人間としては嬉しいんですけれども、アロマ大学の中では、07、08、09、10とですね、4つ学科、和声優学科が開講されていて、で、その中の、講師としては、そうですね、まあ、山辺果樹園の方、これ講師って言ってもそうですね、製造者の方がお話をされるという方ですかね。形かな？そうそう、山辺果樹園とか、あとネロリの島ですね。はい、ネロリの島さん結構ね、まあ、インスタグラムの方でもよくお見かけします。で、あとは LC 宮崎さんですね。はい、面白いですよね、扱われている声優が。で、中野 BC さんね、これ和歌山の梅とか、まあ、柑橘とかのものに関するものを扱ってますね。そう、こんなね、あの生産者さんたちのね、お話を、まあ、聞くことができるということで、まあ、これは各学科、AAJ の会員であれば2500円で受けられて、で、一般の方々、会員じゃない方々は5000円で受けられるというものなんですが、ちょっと楽しみですね。それぞれ、あ、チャンドラさん、こんにちは。マイさん、こんにちは。なんかね、AAJ が届いたので、ちょうど、ちょっと、なんか新しくなった部分をですね、取り上げています。全体的な流れとして、この AEAJ の、なんていうのかな、セラピストの育成方法自体も変わっていくよというのは、クラブハウスの方でいろいろ聞いてはいたんですが、本当にですね、なんていうのかな、アロマ大学からして、開講の科目がですね、結構変わってきています。で、私なんかものづくりも好きなので、クリエーション学科がですね、結構気になっていて、クリエーション学科、あ、まみさん、こんにちは。そうなんですよ。ちょっと AEAJ だいぶ変わってきてますよ。クリエーション学科もね、綺麗なペーパーフラワー作りとか、私がですね、まあ日頃じゃないな、まあ、3000までは頻繁に取り組んでいた羊毛フェルトでの、まあ、フラワー作りだったりとか、私の方は動物を作ってたんですけれども、これはフラワーですね。で、あとは水彩画、精油入りの絵の具を使って水彩画を描いたらどんな香りが出来上がるでしょうか。面白そうですよね。まあ、おなじみのアロマサイエンス学科も、あとヘルスケア学科も開講されるんですけれども、こちらがですね、まあ、アロマサイエンス学科に関しては、アロマ科学室で分かった、試してみることの大切さ。まあ、実験してみないと分からんこともいっぱいあるだろうということですね。本当にそうだとは思います。あとは、アロマサイエンス学科で研究データから見えたアロマの魅力、総まとめするの結構大変そうですね。まあでも、これからの展望について専門家の方が話してくださるそうです。まあ、科学的にやっぱり解明しないとお話にならないよねというのは、私自身も、まあ、医学界の方々とね、お話をすると、まあ、エビデンスとして、まあ、そうですね。論文が上がっていても、論文程度では何ともならないというようなことをよく実感しております。まあ、大事ですよね。で、3番目、アロマサイエンス学科のアレルギーのメカニズムとアロマの可能性ということですね。これ結構、気になっている方はいらっしゃるんじゃないでしょうか。で、アレルギーってね、その、まあ、アトピーであったりとかはあるんですけれども、まあ、特にこの、ね、春、花粉症で悩まれている方も多いと思います。このアレルギーと、アロマの可能性について最新の研究データを交えて話してくださるそうです。ただ、開講されるのが今年の12月なので、来年の春に向けてって感じですかね。うん、あと、アロマサイエンス学科4、精油の脳神経系への作用ですね。これが、アルツハイマーとかですね、そういう神経疾患とか学習向上に対する実験結果とかを、まあ、教えてくださるんですよね。この認知症とかのこの神経疾患について、
まあ、なんで発症するのかっていうメカニズムの解析とか治療薬の開発とかを、まあ、行うとともに、精油が神経細胞に及ぼす効果を科学的に検証していらっしゃる武蔵野大学の薬学部薬学科の教授の川原先生が説明してくださるそうです。これ気になりますね。というのも、結構私が使っている和精油は、介護施設とかでも取り入れていただきたいなという要望があるからですね。あとはヘルスケア学科は、まあ、アロマテラピーに生かす衛生学。新型コロナウイルスがね、まだ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 続きそうな、ね、感染拡大は続きそうな感じなので、大事なことですね。とヘルスケア学科の第6番、脳から紐解く腰痛の真実。腰痛、そうですね。腰痛は腰の問題じゃないっていうようなことはね、よく言われていますが、そういった類の話なんでしょうか。さてさて、今回ね、ライブをしてはおりますが、皆さんどうなんでしょうか。正体は、皆さんお話できたらもしね、よければ、入っていただければなと思うんですが、皆さん、アンドロイドですね。そう、スタンド FM の残念なところは、アンドロイドユーザーだと、一緒にお話できないのがちょっと切ないですね。今回の、99号もですね、ちょっとまた、私が1記事ずつですね、読んで面白いなと思ったところを、そうですね、収録スタイルで、撮っていければなと考えていますが、このライブスタイルもですね、もしライブスタイルの方が聞きやすいよって、あと質問しやすいとかいうのがあれば、どしどしコメントをいただければなと思います。10分超えてきたので、そろそろですね、ちょっと今回のライブ配信は終わろうかなと思いますが、また、不定期に開催したいと思いますので、よろしくお願いします。なるべくね、毎日スタンド FM の方にアップしたいんですが、なんと毎日クラブハウスでも喋っているっていう、どんだけ喋んねんっていう感じなんですよね、私ね。クラブハウスの方はお昼の12時5分から和声優ワイワイ会ここだけやるバージョンっていうので喋っています。でスタンド FM は基本的に今までは、収録をして、まあ、10分20分程度のものを外部音源に貯めておいて、そこから、なんだろう、放送するっていう感じだったんですけれども、最近ちょっとね、収録よりもこうやって双方向でコメントいただいた方が面白いよねっていうことに気づいたっていうのもありまして、そう。で、できればお話もしたいなと思ってライブにちょっと切り替えています。まあ、そのためにはちょっと予習とかもね、必要なんですけれども、インプットの方も、最近アウトプットばっかりだったんで、インプットの方もちょっと頑張っていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。この時間にお付き合いいただきまして、ね、お夕飯のご支度とか大丈夫でしょうか。じゃあまたですね、明日ちょっと AEAJ の方からですね、少し取り上げて喋っていきたいなと思いますので、よろしければまたご参加ください。じゃあ本日の放送終わりたいと思います。ありがとうございました。